まずね、情報っていうのはそもそも大抵こうですよっていう報告の部分と、それを伝えてくれた人が持っているこうだと思うっていう意見印象の部分がごっちゃになってくるんですよ。だからここでつぶやく第二のおまじないは意見印象じゃないかな、これ鵜呑みにしないってことです。つまり意見印象じゃないかなって一度つぶやいてみる。でこれはね、全然予備知識のない初めての情報でもじーっと見ると、あるいはよく聞くと大体なら分かります。ここはこの人が思ってることっぽいな、これはちゃんと報告っぽいなっていうのをぽいで分けることができます。完璧には分けられないけど、こうやって大体分けるだけでもうその人の意見印象っぽい部分には引きずられないで、分けて、あ、ここは報告だなっていうところだけ受け取ればいいんです。でその時に意見印象の方は別に捨てるんじゃなくて、ああそうなのかって思う代わりに、ああこの人はこう思ってるのかって受け止めればいいんです。これ必ずやりましょう。鵜呑みにするなということですね。